ホタル石は鉱物の一種。主成分はフッカカルシウム。糖軸症系。色は無色、または内部の不純物により緑、青、紫、灰色、褐色などを帯びる。加熱すると発酵し、また割れて弾ける場合がある。この光って弾ける様がホタルのようだということで、ホタル石と名付けられた。また、不純物として類元素を含むものは、 紫外線を照射すると紫色の蛍光を発する。傾向するホタル石は、イギリスや中国で産出されたものの中から、稀に見つかることがある。液体が良い鉱物であり、小8面体に割れる。モースコードは4であり、モースコードの指標となっている。比重は3.18。濃硫酸に入れて加熱すると、復化水素が発生する。 ホタル石の掘り物古くから製鉄などにおいて、通る材として用いられてきた。鉱石を流動化することにちなんで、ホタル石は、かつての英名は、フラースパルという名であった。フラオは、ラテン語で、流れるを意味する。また、ホタル石はフッ素を含むことから、フッ素を意味する英単語、フラリーンも、この英名から名付けられた。フッ素の貯蔵に用いられることもある。 またアルミ精錬の透露剤であるヘキサフルオロアルミン酸ナトリウムを合成する原材料となっている。ホタル石はフッ素が大量に含まれており、粉砕したホタル石と硫酸を反応させることで、フッ化水素酸と石膏が生成される。さらに、このフッ化水素酸は様々なフッ素化合物が作られる。望遠鏡や写真レンズなどで、高性能化のための特殊材料として、現在では、 キーパーツとなっている。天然のホタル石は古くは19世紀には顕微鏡などで使われている。高純度のホタル石結晶は紫外線から可視光線、赤外線まで幅広い波長の光を透過することから、光学材料としてレンズや窓板等を多様な用途に使用されている。また色分散が小さく、さらに一般的な光学ガラスと傾向が違うという、 特性を持つため、これを組み合わせて、レンズを作ると、色周差が非常に小さい、すなわち広い波長域にわたって、焦点距離の差のない極めて安定した、光学性能が得られる。しかし、天然から産するホタル石は、小粒なものが多く、大型のレンズを作ることは難しい。1950年代には、ホタル石を粉砕し、不純物を取り除いた上で再結晶化させる。 人工ホタル石結晶の技術が発明された。しかし体結晶を光学材料として使用するため、大型化が難しい。人工ホタル石結晶は、マズルツボで1400度まで加熱した後、7から11日かけて冷やす。そして、不純物がないか検査した後、再び加熱して7から9日かけて冷やしながら、歪みを取り除いていくという工程を経て、 ゆっくりと研磨をするという長い時間をかけて出来上がる直径 20cm の突レンズで100万円以上の高値になることもある。世界で初めて一般消費者向けに発売した人工ホタルイシ晶採用のカメラ用レンズはキャノンが1969年5月に発売したフロリダ海 300mmF5.6 である。当時大卒の初任給が 約3万円の時代に、このレンズは10万円で売り出された。日本の岩谷産業が2014年10月14日、天然のホタル石を原料とせず、炭酸カルシウムや石灰岩を高純度の不散で処理することで、ホタル石を人工的に合成する技術を世界で初めて確立したと発表した。これにより、レンズの低価格化が起こると期待されていたが、 2020年時点では、まだコスト問題が解消されておらず、合成ホタル石は人工ホタル石結晶の10倍弱のコストがかかる。ガラスでホタル石レンズと同じ性質を持つレンズを作ることも可能であるが、その場合も加工はホタル石以上に難しい場合が多く、また重い。結果、ホタル石が使われることが多い。なお、功石として市販されているものに関しては、 比較的安価である。紫外線の透過に優れているため、集積回路の露光に用いるステッパーの光学系に使用される。石英も紫外線の光学材料として使用されるが、ディブの帯域では損失が大きいのでホタル石の独占上である。他にディブの光学材料としては、フッカリチウム、フッカマグネシウムも候補である。 2006年のホタル石の産出国一覧2008年7月に参照した英国地質調査に基づく日本国内でも昔は産出していたが1970年までにすべて掘り尽くしてしまい1972年に日本国内の鉱脈はすべて枯渇が宣言され現在は少量が自然採取できるだけで鉱脈は存在しない ABCDEF 鈴木誠 キャノン L レンズの人工ホタル石結晶ができるまで。デジカメウォッチ。https コロンスラッシュスラッシュ d c ウォッチインプレス c o j p スラッシュ docs スラッシュレビュースラッシュスペシャルスラッシュ 1251486.html2020 年6月3日閲覧。大金フッ素塾。大金、キン。2020年6月7日閲覧。ホタル石とは キアノンオプトロン。2020年6月7日閲覧。フッ素について。森田科学工業。2020年6月7日閲覧。ABCDE 高畑穂春。憧れのホタルイシレンズキアノンオプトロン工場見学機。朝日カメラ。 h t t p s ットコ a s ラ a h i c o m スラッシュ p h o t o a r t i c l e スラッシュ202042200056ドット HTML2020 年6月4日閲覧。イーズカジカ。初の人工ホタル一採用レンズ発売から50年。 デジカメウォッチ、https コロンスラッシュスラッシュ dc.watch.impress.co.jp スラッシュ docs スラッシュ news スラッシュ 1217658.html2020 年6月3日閲覧。フロリダ海 300mmF5.6。キャノンカメラミュージアム。2020年6月3日閲覧。科学工業日報。フッカカルシウム。 岩谷産業、初の合成技術、科学工業日報2014年10月15日、P1、東京、科学工業日報社、世界中のカメラレンズが安くなる。岩谷産業、世界初のホタルイシ人工合成技術を確立。ASCII.jp、2019年5月26日閲覧。世界最大の夜の真珠を展示。 ロットン276億円イコール中国。2019年5月26日閲覧。ありがとうございます。